プラチャンダ、プラチャンダ、こと、プシュパ、カマルダハル、1954年、12月11日体、は、ネパールの政治家、革命家、元軍人、ゲリラ。2016年8月3日から2017年5月24日、2008年8月15日から2009年5月4日の2度に、渡り、首相を務めた。ネパール共産党、毛沢党主義派。 マオイスト議長、ネパール人民解放軍最高司令官を経て、ネパール共産党統一、毛タクト主義派、2009年1月12日成立、議長、2008年より政権議会議員。演説がうまく、党内に絶大な指導力を持っていたが、首相になってから党内での指導力は急速に低下した。年にわたり、政府との間で内戦、 人民戦争を行ってきたが2006年に停戦。プラチャンダは、ネイモーな奴という意味の変名である。本名は、プシュパ、カマルダハル、パッシュパカマルデハール、ネパール語。日本では、ネパール語人名の英語表記から二重翻訳で、プシュパ、カマルダハル、プシュパ、カマールダハルなどと表記されることが、一般的。王政廃止による、 初代大統領選挙の失敗で組閣が困難になり、一時は野党になる方針を決めたが、統一共産党、マデシ人権フォーラムとの関係が改善され、2008年8月15日、政権議会で首相に選出され、8月18日に就任式を行った。8月31日、24人の閣僚からなる、プラチャンダ内閣が本格的に成立した。 ネパール西部、カスキ軍、ポカラ近郊のディクルポカリ村のバフン、バラモンに相当するネパールのカーストの家庭に生まれた。民族的には、ネパール最大民族のパルバテヒンドゥに属する。父は、ムクティ、ダームダハル、母は、バワニダハル。最初の名前は、チャビラールダハル。八人兄弟の長男で、一人の弟と、六人の妹がいた。 バフン階級の出身だったが、家は、古作人で貧しかった。マヘンドラ国王の国策により、政府に反抗的な南部の寺井平原、マデスを思い通りに統治するため、山岳部や丘陵部の住民の移住政策が取られ、チャビラルが6歳の時田ルケも、南部チトワン群に移住した。しかし、チトワンでの生活は、相変わらず厳しいものであった。しかしこうした窮状の中、 彼の父は自給自足的農業で大家族を支えようとした。父は彼に良い教育を受けさせ、成人して大人物になることを望んだ。少年時代の友人や近所の人々の記憶によれば、彼は心優しく不正を我慢できない少年だったという、馬粉の家庭に生まれながら、ダリッと不可植民とも交わった。彼の寛大な性格と、 ハンサムな風貌から学校の教師たちはその名前をプジュパ、カマル、レンの花と名付けた。これが現在の本名である。芝ルの奈良屋にバイディアマンディル高校の卒業試験に合格すると彼はパタンキャンパスで科学の中間過程を修了した。この時、共産主義に強い影響を受ける。その後、故郷の ストワン郡に戻り、バラトプル郊外のラムプルにあるアメリカの出資で作られた農業、動物学大学に進学する。ここで農学士の称号を得る。1976年、大学を卒業すると、ゴルカ軍のアルマットで学校の教師となり、生徒と保護者から大きな尊敬を受ける。そこで2年半過ごした。生徒を教えるだけでなく、毎週1回。 文盲の成人のための教室も開き、新しい農業技術を教えるとともに、マルクス主義の思想も教えた。教職を去った後、ジャジャルットで短期間アメリカの出資する農業開発プロジェクト USAID に参加する。その後、革命運動に先住することになる。1971年、ネパール共産党、ブシュパラルハに入党当初より、 武装闘争の必要性を感じていた。ネパール共産党の創立者で、当時、毛沢東の影響を受けていたプシュパラルシュレスタの影響を受ける。1979年、ネパール共産党チトワン軍委員会委員に選出。1981年、ショートマハーデベション専従党員となる。同年、全ネパール青年委員会軍初期局員。百八十三年、 全ネパール青年委員会中央委員会会長。1984年、急進的な地下政党の中央委員会委員となり、1985年には、ドーハの政治局委員となる。1989年、モハン・バイリア、キランが、武装闘争の失敗で、マシャル派奏初期を辞任したため、プラチャンダは、公認のマシャル派奏初期に就任。この時の同には、 キランのほか、チャンドラ・プラサット・ガジュレル、デブグルン、クリシュナバ・ハードル・マハラなど、現在、毛沢東主義派の幹部になっている者も,もいた。マシャル派は、ネパール共産党、第4会議派と合同し、エカタ・ケンドラとも、これも、地下政党を設立。しかし1991年、統一センター派は武装闘争に、消極的なニルマルラ・マハと、 積極的プラチャンダ派の同盟の二つの組織に分裂した。統一センター派の公然組織、統一人民戦線ネパールも分裂し、プラチャンダ派の公然組織の議長には、ネパール共産党マサル派を離脱して、党センター派に参加したバーブラーム・バッタライが就任する。バッタライは後に、毛沢東主義派のナンバー2となる。1995年3月、プラチャンダは、 自派の統一センターを、ネパール共産党、モータク党主義派、いわゆる魔王イストに解消し、総書記に就任する。バーブラームバッタライは、公然組織、統一人面戦線ネパールの名で、デウバ首相に40過剰の要求を突きつけ、拒否されると、プラチャンダの指揮のもと1996年2月13日、ロルパ、ルクム、シンブリ、ゴルカの4軍で、警察署などを襲い、 武装放棄を起こす。これにより、東東は、ネパール政府との間で11年間にわたる、人民戦争、ネパール内戦を開始した。この戦争で、1万3000人以上が死亡したとされる。当初、マオイスト派の軍備は極めてお粗末なもので、領銃やピストル、警察官が使うようなライフル、それに、くくりと呼ばれるナイフだった。グルカ兵のシンボルになっているナイフである。ライフルは、 プラチャンダ自身が買いに行ったものであった。警察詰め所を次々襲い、最初の一年半で50人を殺害した。そうした実践経験の中で次第に武力を増強していった。資金獲得のため銀行も襲った。一方、1998年政府も警察による本格的な相当作戦を開始し、両者の死者数はエスカレートしていく。2000年9月、 初めて軍庁所在地を襲撃。2000年12月、初めて軍レベルの人民政府を確立。2001年2月、インドパンジャーブ州で開かれた第二回党総会で、同党議長に就任、プラチャンダの道、プラチャンダパトと言われる運動方針を採択した。これは、農村から都市部を包囲するという通論だけでは、不十分だと考え、農村ゲリラと、 都市プロパガンダを合体させるべきだという考え方である。これは、ペルー共産党、センデロルミノソイコール、輝ける道の影響を受けたと言われる。また、この大会で、ネパール人民解放軍の正式結成が決まる。2001年末までに24の軍で人民政府が樹立された。同年11月25日、国家非常事態宣言が出され、王室ネパール軍が、 本格的に、マオイスト総統に乗り出す。一方、マオイスト側も大規模な軍施設襲撃などを頻発させる。農村地域を中心に、実効支配を進め、2003年、マオイスト派は、実効支配地域は、国土の7割から8割を占めたと主張した。2005年2月1日、ギャネンドラ国王は全権を掌握し、申請を開始した。同年、 マオイスト派は国会に勢力を持っていた7、東連合とインドで会談し、12カ条の合意を達成、共に国王の独裁政治と戦うことで合意。2006年4月、国王の独裁に抗議する民主化運動、ロクタントラ・アンドランが高まり、マオイスト派はカトマンズを中心に抗議行動を行う。この運動により国王は独裁性を放棄し、国王としての あらゆる特権を失った。元首は首相が兼任することになった。王国という国語も廃止され、王政は肩だけのものとなった。11月21日、マオイスト派は政府との間で無期限停戦と和平を誓う、包括和平協定に調印。人民戦争は終結した。両軍は国連の停戦監視の下に置かれている。この政府との間に、 政権議会を設ける約束が締結された。2008年4月10日の政権議会選挙で、同党は220議席を獲得し、第一党となった後に内閣指名の議席が加わり、229議席になった。プラチャンダ自身、カトマンズの第10小選挙区に立候補し、当選している。しかし、党として過半数の議席が確保できなかったので、 党との連立をを模索せざるを得なかった。5月28日の政権議会で祝願の王政廃止と連邦民主共和制の採択が議決される。また、政権議会での議論の結果、元首である大統領の地位は象徴的なものとし、首相に政治の実権を集中することが決められた。5月31日、猛派に対するメディアの批判は許さないという趣旨の 発言をして、物議を醸した。主要メディアは、故障を、プラチャンダから、本名、プシュパ、カマルダハルに切り替えて、抵抗意を表した。7月21日、大統領選の決選投票で、猛ハノオス、共和制活動から村じゃプラサドシンが落選し、その擁立をめぐってのしこりで組閣が難しくなった。プラチャンダは組閣の放棄を示唆し、7月22日、 正式に野党になることを決定した。しかし、大統領のラームバラン・ヤーダブが、プラチャンダに、政党間の合意による政府を組織する、要指示。政党間の合意には至らなかったが、一時は、関係が険悪になっていた、統一共産党、マデシ人権フォーラムとの関係が改善し、ネパール会議派がゲアする方針を固めた。 プラチャンダは8月15日の政権議会の投票で464票の大量得票で首相に選出された。対抗馬のネパール会議派のシェール・バハードルでは元首相の得票は113票に止まった。なお、首相就任後、プラチャンダはネパール人民解放軍の最高司令官を辞任し、政権議会議員となっていたプラバカールとアナンタも副司令官を辞任した。 8月18日に挙行された首相就任式には、プラチャンダとしては珍しく、スーツとトーピー、ネパール帽といういでたちで臨んだ外部リンク参照。組閣は難航した。もう少しで内閣が成立するという段階で、ネパール統一共産党が内閣ナンバー2のポストを要求し入閣予定者6人の就任を保留した。8月22日。 初めての外遊として、北京オリンピック会開会式出席のため、中華人民共和国を訪問。翌日、胡錦東国家主席、恩下宝首相と会談した。ネパールの首相の初めての外遊はインドが慣例で、インドは神経を尖らせた。帰国後、プラチャンダは統一共産党に情報し、単独の副首相ポストを与えることに同意した。8月31日、 毛沢東派の他統一共産党、マデシ人権フォーラム、人民戦線ネパール、友愛党、ネパール共産党ユナイテッド派からなる24人の連立内閣が発足した。この政権では、キャスティングボートを握っていた、統一共産党が、基本的に、毛沢東派を信用しておらず、また、マデシ人権フォーラムと、毛沢東派はかつて殺し合いをするほど対立した過去が、 そもそも大きな不安定要因を抱えた政権であった。また、10年間的味方として戦ってきた、人民解放軍と国軍の合同の問題も、政権のアキレス権となった。これは、包括的和平協定での7党連合と桁派の間の合意事項で、プラチャンダはじめマオイスト派はこれに、積極的であったが、国軍政府組のトップ、ルーク・マングドカとある陸軍参謀総長は、 公然とこれに反対していた。人民解放軍を国軍に編入すると国軍が政治化し、中立性が保てないというのがその理由である。カトワルは元国王、ギャネンドラの側近であり、必ずしも真底からプラチャンダ政権に忠誠を誓いなかった。プラチャンダは2009年1月12日、ネパール共産党、毛沢東主義派と小規模な共産主義地下政党、 ネパール共産党統一センターマサル派、エカタケンドラマサル。指導者は、プラカシュ、ナラヤン、カジシュレスタ及びその公然組織、人民戦線ネパールとの合同断交、新政党ネパール共産党統一、毛沢党主義派を結成した。これに伴い、党内序列の変化が起きている。2009年2月9日、プラチャンダの筆頭施設秘書で、 ネパール共産党統一、毛沢東主義派政治局員であるシャクティバハルール、バスネットがカトマンズの自宅近くで何者かに狙撃され負傷した。2009年5月4日、プラチャンダは突然首相を辞任した。マオイスト派は以前より同派の東平組織、ネパール人民解放軍の国軍編入を要求していたが、国軍制服組トップのカトワル陸軍参謀総長は、 軍の中立性を保てないとこれを拒否。他の政党もマオイスト派の元ゲリラ組織が国軍も掌握すれば恐怖政治に乗り出す可能性があると警戒した。ついに2009年5月3日、プラチャンダはカトワル参謀総長の解任を決めたが、これに対しアーダブ大統領は同3日夜、首相の解任決定を取り消し、首相の行為を憲法違反と批判。 また、政権議会で連立を組む、ネパール統一共産党など主要政党も一斉に反発、マオイスト派を除く連立政権の各与党は政権からの離脱を示唆した。軍内部も大半がカトワルに忠誠を誓い、その解任に反発し、政権の中心にあったマオイスト派はしばた叩く間に孤立した。ネパール会議派などの野党勢力もカトマンズなどで抗議デモを開始し、 治安部隊が鎮圧行動に乗り出すなど国内は一気に緊迫した。ただ、ネパールの暫定憲法では大統領に軍トップの任命権を与えているものの、解任権は明記していないため、プラチャンダは大統領の越権行為と激怒。四日朝、猛派に緊急幹部会の召集を求め、対抗策を協議した。しかし同四日、マオイスト派以外の連立与党は相次いで、 連立政権を離脱。毛派は政権議会で非核第一党であるものの主要政党の連立離脱で与党は過半数を割り追い詰められたプラチャンダは自らテレビ演説で辞任したと発表。毛派中心の政権はわずか8ヶ月余りで崩壊した。5月23日、公認の首相に統一共産党の元総書記マーダブクマールネパールが無投票で当選。 モーハナド3党は投票をボイコットした。プラチャンダ率いるケハは野党に転ずる方向となった。退任後は中国と国際連合の協力によって釈迦の生誕地、ルンビニ世界平和都市構想を進めるルンビニ開発国家指導委員会の議長などを務めている。プラチャンダが辞を表明した翌5月5日、衝撃的なビデオ映像がネパール国内のテレビで放映された。 2008年1月2日にマオイスト派の人民解放軍駐屯地で行われたプラチャンダの演説の模様を明らかに警派によって撮影されたものであったが、この中でプラチャンダは人民解放軍の規模が7000人から8000人であると表明している。国連ネパール支援団、運民の監視のもとに登録された人民解放軍の数は約3万5000人であり、 その資格審査に合格した兵士は約2万人である。人民解放軍の人数は水増しして登録されていたというのである。プラチャンダはさらに解放軍3000人が国軍に編入されることにより国軍全体を毛沢東主義で動かせるとも発言している。これはカトある参謀長の主張を裏付ける物証とも言える発言である。これは国民及び 国際社会に対する重大な配信行為と受け取られており、マオイスト派に対する信用の失墜とともに、国連による今後の和平プロセスに深刻な影を落としかねない状況となっている。2016年8月3日に再び首相に指名され再登板を果たした。ネパール会議派などとの連立政権で2018年実施が想定されている。 新憲法下での総選挙を実施する前に政権をネパール会議派に渡す子が連立の条件だったとされており、実際にプラチャンダは2017年5月24日に首相を辞任した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。